俺の名前は金本リーチ、しがない金属加工員だ。俺の職場である工場は愛犬の人里離れた山奥、周辺には店も人家も何もない、交通の便も最悪。ふぅ、やっとだぜ。そんな劣悪な立地だが、それには相応の理由がある。それは俺たちが扱っているのが原子力研究施設用の核燃料だからだ。おい、溶液を人燃層へ移せ。うっす。信じられるか？このバケツに入っているのはウラン溶液なんだぜ。もちろん常識的に考えてウランを濃縮するのに手作業なんてありえない。本来なら機械を通して様々な工程を踏むところを効率重視の会社は無駄と省いてしまっているのだ。役所には内緒で手順を勝手に書き換えたんだよ。正直言って好きでこんな仕事してるわけじゃない。しかし不景気真っただ中のご時世、三流工業高校卒の俺にはまともな仕事の口がなかったんだ。やっとありついたのが今の会社ってわけさ。食っていくためなら少々危ない橋も渡らねばならない。だが、注入します。慎重に、少しずつだぞ。少々どころじゃなかった。俺は甘かったんだ。何度目かの核燃料溶液注入をしていた時、それは起こった。なんだ?容器の中から突然青白い光が飛び出してきたんだ。次の瞬間、全身が焼けたような激痛に襲われた。脚立から転げ落ちた痛みさえ気にならないほどの。痛みの中、猛烈な吐き気で胃の中のものを全部戻し、俺はそのまま気を失った。気がつくと病院だった。このビニールの膜は何ですか？そこは無菌室です。いいですか？先生の許可なくそこから出てはいけません。何か大変なことになってる。嫌な予感がする。だるさと多少の痛みが残っているくらいで、他に異常らしきものは自覚できない。なぜ俺は無菌室なんかに入れられているんだ？先生に尋ねたら、その答えは予想をはるかに超えたものだった。金本さん、あなたは重度の放射線被曝をしているのです。え？何を言われたのかすぐには分からなかった。俺は放射性物質を扱っていながら何にも知らなかったんだ。あなたが注ぎ込んでいたウラン溶液の容器の中が臨界状態になってしまったのです。臨界？核分裂の連鎖反応です。大量の放射線をあなたは浴びました。なるんですよね。ねえ。その問いに医者は頑張りましょうと言うだけだった。医者の話によると、放射線により俺の細胞の染色体は完全に破壊されたのだという。染色体は人体の設計図です。それなしでは新しい細胞ができません。難しいことは分からなかったが、このままでは俺は死ぬということは理解できた。最初に異常が現れたのは血液だった。白血球が急激に減少しています。するとどうなるんです？細菌やウイルスに対する抵抗力がなくなり、感染症になりやすくなるのです。白血球がないと命に関わる。俺はそれを作る細胞の移植を受けた。兄貴、俺の骨髄の型が適合したんだ。病気なんかに負けんなよ。ありがとうな、兄ちゃん。頑張るから安心してくれ。提供してくれた弟には本当に感謝している。次に異変が現れたのは皮膚だった。普通なら古い角質が剥がれ落ちれば下から新しい皮膚が上がってくるが、背中が痛い。俺の場合、新しい皮膚ができてこない。皮がむけたらそれっきり、その下の皮下組織がむき出し状態になるのだ。痛くないわけがない。看護師さんたちも保護テープなどを使い手を打とうとしてくれたのだが、すいません。テープを剥がしたら皮膚まで。テープ交換のたび、どんどん皮がなくなっていって、逆効果に。俺は全身皮を剥かれた生肉状態になった。さらに腸の粘膜細胞もダメになった。栄養分を消化できず、下痢と血便が止まらない。包帯交換は毎日すぐ体液で赤黄色になるからだ。これが地獄。痛い。やめてくれ。勘弁してくれ。金本さん、頑張って。俺は全身の痛みでおかしくなりそうだった。死んだ方がマシだ。そう思うようになった。おまけに息も苦しくなってきた。排水臭を起こしていますね。水が溜まっています。状況は悪くなる一方だ。排水臭の悪化とともに、俺の意識は夢とうつつの間を揺れ動くようになった。免疫は壊滅的だ。移植した白血球もアメーバ状に変異し、正常な細胞を襲い始めている。諦めるな。再生も尽くそう。もういいよ先生。早く楽にしてくれ。そうして体の感覚がなくなり、やっとお迎えが来た。アレスト、蘇生措置を。金本さん。みんな、今までありがとう。短い人生だったな。こうして俺が死を迎えたのは事故の80日後。国や会社は世間から相当叩かれた。知らなかったが、俺が浴びた放射線は広島の爆心地にいたのと同じだったそうだ。そりゃ死ぬよな。この世を去る身としては、俗世のことを気にしても仕方がないが、残された家族の安全と、二度とこんな死に方をする者が出ないことを願うばかりだよ。